フランク・ビリングス・ケロックはアメリカ合衆国の政治家で行政家。ニューヨーク州のポツダムの生まれで1865年にミネソタ州に移住。1877年、ミネソタ州ロチェスターで弁護士として開業。1878から1881年の間、ロチェスター市の法律顧問を務めた。1880年に ロチェスター・ロッジナンバー21所属のフリーメイソンになる。1887年、ミネソタ州のセントポールに移り住む。ケロックはアメリカ合衆国上院に、ミネソタ州から共和党議員として選出され、1917年3月4日から1923年3月3日まで、その任にあった。1922年に再選権を喪失。 1923年チリのサンティアゴで開催された第5回国際南北アメリカ会議にアメリカ代表として参加。1923年から1925年までアメリカの特命大使、健全権大使としてイギリスに派遣された。彼は1925から1929年にはカルビン・プリッチ大統領の内閣に国務長官として加わった。 1928年には彼はアイルランドのダブリン氏から自由勲章を授与された。国務長官として彼は1928年に調印されたケロック・ブリアン協定をフランスの外務大臣アリスティード・ブリアンと共に取りまとめた。1930から35年には国際司法裁判所に判事の一人としても関わっている。1929年、 ノーベル平和賞を受賞。1937年セントポールで死去。ありがとうございます。